はい、聖剣伝説3実況プレイのパート20やっていきます。前回は幽霊戦を攻略して闇の精霊シュケドの力を得ることができました。その後、消えてしまった幽霊戦からこの火山島仏下に流れ着いたみたいなんですけれどもね、この火山島も、噴火寸前ということらしくてね、なんとか脱出方法を探していきたいと思いますと。さてさて、俺一人で十分だ。血を切り開いてやるぜ。これでしばらく敵と遭遇しないでしょ。いや、すぐ喋ってね。すぐ遭遇しましたけどね。天使の聖杯、大場戦で結構消耗したからな。もう周囲に敵はいないようです。少し休んでいきませんか。却下。パックンチョコ2個。よし、というわけにはいかねえ。噴火前に島を出るぞ。俺一人で十分だ。経験値いいね、稼げる。本当にさらに強い相手と戦える。レベルアップ、早速フロー。ここが力ですね、9ポイントぐらいまでいきましょうか。よしよし、アンジェラはそろそろあのファイヤーボールを覚えられるよね。ポイントいきます。回復してあげて。敵あんま回復してくんないね。補充されてないまさか。
まあまだいた。この4段目にも吹っ飛ばしの効果あるのか。ハンドアックス。懐かしい。もっと積極的に使っていいのか。よしよし、リースもうちょいでレベルアップだ。次何振ろうかな。リースダークプリストの村。すごい数のモンスターだ。ここは魔物の巣か。こうなったらやられる前にやるぞ。待って、彼らからは敵意が感じられないよ。襲ってくる様子もないし、試しに話しかけてみましょう。いらっしゃい、何が欲しいだね。いらっしゃいとか言ってるもんね。おー、よき、買う。気に入ったぜ。リースの分の防具とか買わなくてよかったじゃん。これ、欲しかったんです。また来いだけや。また来いだけや、てか何が欲しいだが、また来いだが。口調よ。いらっしゃ、何が欲しいだが。なかなかの品だな。それはいい買い物したわ。金がね。でも装備のあれだね、倍価も高いから。何が欲しいだが。ありがたいね。それは使わせてもらいます。ハンドアクス使わねえ。また来いだけ。おい、さて、村から西にいたところにある洞窟の奥には海の主が住んでるちゅう話だけ。島から逃げたけど、海の主にでもお願いしてみるといいだけや。でも度重なる地震で洞窟の入り口から下がってしまったきゃ。山の行き止まりの大岩の近くだけは頑張って掘ってみる。まあその前に噴火しちゃうかも。そしたら冷静だな。逃げるとかしないのかな。多分ね、二度と来れないようなエリアにはあのサボテンくん置かないと思うんですよね。おそらくこのエリアにはいないと判断する。
っしゃ、じゃあ防備も整えられたんでね。あいつ風に弱いんか。すごい、全身に力が。はいはい。リースはね、こうあれこれ欲張りたいんだよね。お、アップ強化。ああ、これいいかもしれねえな。ここはエンドヒール。エンドヒールいいね。エンドヒール取ろう。みなぎっています。みなさん、力を合わせて頑張りましょう。おい。あら。やっちまったぜ。危険、え、超危険じゃない？この辺の敵は全滅させたようだな。私が倒します。オッケー。なかったですね。どっちだ？宝箱がどっかにまだ一個あるな。間違いな気がする。オッケー。この段差の途中に宝箱とか置いてたら意地悪だな。面倒なので。ありそうじゃない？まあいいか。ここは私に任せて。危ない。石化しなくてよかった。いや、経験値多いな。あ、こっちにあるじゃん。だからここ。
んだ。間違えた、いらない。向こうって書いてる。敵おるだけだね。こいつか。夜以前はここに洞窟への入り口があったようじゃ。火山の噴火で塞がっちまったんじゃろう。ちょっと待っとれ、今開けてやるわい。ほーらな。OK、 では進みましょう。岸辺の洞窟。この洞窟にいる海の主に頼めば島を脱出できるんですよね。のんびりしていると。はいはい。まあとりあえず切りもいい感じなので、今回ちょっと短いですけれども、ここで一区切りにしたいと思います。まあ、次回ね、この岸辺の洞窟の奥にいると言われている海の主に会いまして、なんとかそこからね、脱出させてもらえないか頼めたらなと思います。はい、では聖剣伝説3トライアルズもまだ実況プレイのパート20、最後までご視聴いただきありがとうございました。動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。